通知。ホログラムデータを修復して再生するにはデータの破片を全てスキャンしてください。これははっきりしたわ。他にも生存者がいる。これを使って無線信号を強化しようとしてたのよ。私たちと話そうと、ね、ここで待ってみる。誰か戻るかも。道具がかなりボロボロだし、捨てたのかも。そう思う。そうね。分かった。なら使わせてもらうわ。生存者を見つけるのは。タイソン博士、ムーン博士、通信装置を見つけた。応答してくれ。くそ。
ータの破片をすべてスキャンしてください。
だよこりゃ。勘弁してくれ。まただビルグリムの落とし物。よし、ステーションの本体は？ないわ、まだね。でも遠くないはず。で、調子はどうかな？だいぶ歩いてるけど。全然問題ないわ。でも帰ったら足をマッサージしたい。10年くらいで予約入れてくれる？ああ、もちろんさ、入れとくよ。
データの一部を修復しました。新しいホログラムデータが再生可能です。流せ。早くみんなと再会して驚かせたいわ。シャワーが使えるといいんだけど。なあ、こっちはどでかい砂嵐が襲ってきてるんだ。そっちに行くかはまだわからないし、風速も計算できないが、隠れた方がいい。了解。でも嵐が来る前にビルグリムを見つけるわ。大丈夫？黙ってるけど。ちょっと放置しないで。一人じゃ寂しいでしょ。その、今言うべきじゃないと思うけど。何よそれ、言って。分かったよ。残り 1% まで消耗してたあのバッテリーのことなんだけど。あのバッテリー一つが 1% まで消耗するには約30年かかる。そう、それで。それで考えたんだ。外に行ってシェルターの外側についたカビを削り取った。大丈夫？ああ大丈夫だ。で、カビが何なの？そう、で、成長速度を測った。カビがこれだけ広がるのにかかる時間を計算してみたんだ。約30年だ。何が言いたいの？いいか、ここから複雑になる。ピルグリムは僕たちの3秒前にワームホールに吸い込まれた。でもバッテリーやカビはピルグリムがここに30年いたことを示してる。エヴァ、僕が言いたいのはワームホールの向こう側の1秒はこっち側の10年だってことだ。この意味がわかるだろう。確信じゃなくて仮説だから。でもピルグリムで誰かを見つけたら30歳年を取ってるだろう。30年分の物資があればね。物資は十分にあったはずよ。分かった。嵐で通信が途絶えたんだ。何だったの？窓が割れて塞いだから持つと思うけど。君はどうだ？大丈夫、平気よ。さっき言ったことについてはどうなんだ？もちろんきっと大丈夫だから。